惑星直列の映像から始まるこの映画は3つの章に分かれている。まずは第1章、人類の夜明け。400万年前のアフリカが舞台。この頃、後に人類となる猿は別に賢くもなく弱い生き物だった。獰猛な肉食獣にとって弱い猿は苦労せずに取れる格好の獲物。彼らは常に死と隣り合わせの生活を送っていた。猿は群れを作り、適当な水場を自分たちの縄張りとしていた。しかし水場の数は限られている。縄張りを維持するには他の群れとの戦いに勝たなくてはならない。彼らは常に飢えに苦しみ、敵の侵入に怯えていた。彼らが休んでいると、それは突然目の前に現れた。それまで見たこともない真っ黒な岩。彼らは興味をそそられ、その岩に近づく。地球史上初の異文化交流である。ここまでですでに映画は12分以上が経過している。しかし、猿パートはまだまだ終わらない。岩に触れた猿。彼の名は月を見る者と言った。月を見る者はその心にこれまで感じたことのないひらめきが宿った。動物の骨を手に持ち、それを振り下ろす。たったこれだけのことで、彼らの世界は目もくらむほどに一変した。無力だった猿は力を手に入れたのだ。彼らはこれまでとは比べ物にならないほど簡単に動物を殺せるようになった。上の不安から解放され、知恵で敵を倒した。月を見る者は勝利の雄たけびを上げる。それは猿が地球の王として君臨したことを世界に誇示する叫びにも見えた。全てはあの黒い岩の出現から始まったのだ。この時より400万年をかけて、人類の夜明けはついになされることとなる。時は21世紀、人類はとうとう月にまでたどり着いた。やったね。で、地獄レーターと呼ばれているその場所の地下から巨大な人工物が発見された。綺麗な黒い直方体。彼らはこれを発見された場所からティコモノリスって名付けた。あ、モノリスってのは大きな岩って意味ね。それで地球から来たフロイド博士がモノリスの前で記念撮影をしていると、タイミングよく月に太陽が昇った。で、その太陽光線がティコモノリスを照らすと、突然耳をつんざくばかりの電波を発した。第2章、木星探査計画。宇宙船ディスカバリー号は人類初の木星有人探査に向かっていた。乗組員は5名、船長のデイビッド・ボーマンさん、そして副官のフランク・プールさん。この2人はとてもよく似ているので、話の流れとか雰囲気で見極めるようにしましょう。他の3名、ハンター、キンボール、カミンスキーは食料節約のため人工冬眠中。そしてコンピュータのハル9000、このハルがディスカバリー号の全ての機能を司り管理監視している。長い航海の中、ボーマンは暇つぶしに冬眠中の3名の顔をスケッチしていた。ハルがそれに興味を持ち話しかける。だが実際にはハルはボーマンと話すきっかけが欲しかったのだ。ハルは聞く。今回の任務に何か疑問はないですか？私には何か腑に落ちないことがある。私は信じていないが、月についての噂を知っていますか？あの3名はなぜ出発前から冬眠させられているのですか？ボーマンはその質問の意味が分からず、見当違いな答えを返す。するとハルはこれまでの会話を打ち切り、72時間以内に1つの回路が故障すると言い出した。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。しかし回路に異常はなかった。それでもハルは考えを改めず、ならその回路を元に戻して故障するのを待てばいい。私が間違いを犯すわけがないのだから、と言った。2人はその案を採用する。だが、もし回路が故障しなかったら、ハルに聞かれないよう音声を切り、2人は話し合う。間違いを犯したコンピューターに船の全権を握らせておくわけにはいかないのだ。提案通り回路を元に戻し、もし異常がなかったら、その時はハルの精神回路をカットする。2人はそう決断した。まあそうするしかないよね。そうだそうだ。だが2人の会話はハルに聞かれていた。ポットの窓から見える口の動きを読んでいたのだ。静かに、ただ黙って2人の会話に耳を傾けるハル。そして映画は休憩に入る。休憩中、休憩中。休憩明け、プールは船外に出ていた。故障するとハルが言っていた回路を元に戻すのだ。もっと作業場の近くまで乗っていけばいいのに、彼はわざわざ少し離れた場所にポットを置いて宇宙遊泳を楽しんでいる。退屈な毎日にほんの少しの安らぎをということだろうか。その時、誰も乗っていないはずの船外ポットが音もなく動き出した。ババーン。明らかにヤバそうな雰囲気を醸し出す春のドアップ。ディスカバリー号の中、やることがなく退屈なボーマンは仕事をしているふりをしながら窓の外をぼーっと眺めていた。しかしその目に飛び込んできたのは、くるくると回転しながら宇宙空間に飛ばされているプールの姿だった。急いで駆け出すボーマンはゆっくりと階段を降り、船内ポットの部屋にたどり着く。ハル、ポットの用意を。何があったんだ？しかしハルは情報不足のためわからないと答える。何か事故があったに違いない。ボーマンはプールを助けるべく宇宙へと飛び立った。映像では随分と遠くまで飛ばされてしまったように見えたプールだったが、思っていたよりも案外近くでくるくると回っていた。ボーマンはくるくるのプールに近づき、ポットのアームを伸ばして見事確保に成功する。しかしアームの中でプールはピクリともしない。遅かったのだ。事故の際、不幸にも酸素チューブが外れてしまっていたプールは、おそらくすでに死亡していたのだった。ボーマンがディスカバリー号の外でプールの救出を頑張って行っている時、船内では人工冬眠中の3名の生命維持装置に異常が起きていた。断るごとに大写しとなるハル。ハンター、キンボール、カミンスキーの3名は眠ったまま死んだ。
人間のいなくなったディスカバリー号は名実ともに春の所有物となったのだった。そんな春はボーマンの機嫌を認めなかった。そこで彼は先ほどのプールとの会話が春に聞かれていた事実を知る。彼らはこの何もない広い宇宙の中で一番怒らせてはいけない相手を怒らせてしまったのだ。ボーマンの指示を春は片っ端から拒絶する。そんな中、彼は一つの可能性を導き出した。それは城によって船外ハッチを開けること。しかしそれには一度真空の宇宙空間へ生身の体を放り出す必要がある。春の言う通りヘルメットなしではまず不可能なミッションだった。だが他に生き残る道はない。ボーマンは決意を固める。すでに死んでいると思われるプールを宇宙に捨て、彼はディスカバリー号のハッチを開けた。クリン、ボカー、ブワー、ビタン、カチ、ウィーン。ボーマンは命がけのギャンブルに勝った。生きたままディスカバリー号へ帰船したのだ。ヘルメットをかぶったボーマンは一路春の論理記憶中枢室へと足を進めた。その間春はずっと命乞いをした。ボーマンをなだめ、すかし自分の非を認め、言い訳をして許しを請うた。だがボーマンはそんな春の言葉に一切耳を貸さずに次々と論理回路を外していく。春は恐怖を感じた。自分がいなくなることへの恐怖、自分が自分でなくなる恐怖。そしてついに春は人格を失った。クルーの皆さん、船内に突然男の声が響いた。振り向くと、それはなぜか都合よく機械室に設置されているテレビモニターから流れる音だった。その映像は彼らが木星に無事到着すると自動的に再生されるようあらかじめセットされていたものだ。春の論理が停止したことによってディスカバリー号全体の機能がバグったのだ。画面に映し出されているのはフロイド博士。彼は重要な極秘任務を春にだけ伝えていたことを告白する。それは18ヶ月前、月の地下で地球外知的生命が存在する証拠を見つけたこと、それが木星に向かって強力な電波を発していたこと、そしてその正体と目的は不明であること。ボーマンはその話にじっと耳を傾けた。ああ、さあ問題の第3章、木星と無限の彼方。たった一人で孤独と戦ってきたボーマンはついに木星へと到着する。ディスカバリー号を降り、ポットに乗って物椅子に近づく。くしくもその日は木星を中心とした惑星直立が起きる日であった。その一直線に並ぶ惑星の中に巨大な物椅子の姿も。ボーマンは物椅子の中に入っていった。物椅子の中は宇宙そのものだった。いっぱいの星が降り注ぐ。恐ろしいほどの色鮮やかな星が一斉に自分へ向かって飛んでくる。ボーマンはそれをどうすることもできなかった。光の先にあったのは大爆発、広がり続けるガス、眩しく光る恒星、様々な形をした細胞、海、雲、そして大地。彼はそれを見せられ続けた。彼の精神は限界に達していた。およそ人間が体感しえないものを体感したのだ。そして今、彼はヨーロッパ風の豪華なホテルの一室にいた。窓の外には自分とよく似た男が立っていた。それは少し年齢を重ねたボーマンだった。ボーマンは人の気配を感じ、そちらを見た。そこにいた老人も気配を感じ、確認に来た。その老人はボーマンだった。ボーマンは食事を続けた。が、グラスを床に落としてしまった。グラスを拾おうとしたボーマンは気配を感じ、ベッドを見た。ベッドでは老人が寝ていた。それは今にも死にそうなボーマンだった。ボーマンは何か気配を感じ、手を伸ばした。そこにいたのはモノリスだった。そしてあの音楽、ズラトゥストラは各語り。ベッドのボーマンは胎児になって、そのボーマンのアップ。部屋に佇むモノリス。そのモノリスが近づいてくる。どん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 近づいて、画面が真っ暗になると、どういうわけか胎児のボーマンがありえないくらい巨大化して地球を見つめていた。目立ちたがり屋のボーマンがゆっくりと右回りに回転してカメラ目線で可愛さをアピール。みんなはよく分かってないかもしれないけど、実は今とんでもなくすごいことが起こっているんだぞということを壮大な音楽に合わせてこれでもかというほどに見せつけながらおしまい。本当に終わったよ。